ルジジ川ルジジ川は、アフリカの河川。キブコ南端から流出し、今後民主共和国と、ルワンダ、ブルンジとの国境を南へ向かって流れ、タンガニイカコ北端へと注ぐ。標高1500メートルのキブコから標高770メートルのタンガニイカコへと短い距離で流れ下る。ルジジ川流域南端は、平地と、なだらかな丘で形成され、タンガニイカコに注ぐ河口には、 デルタができている。全長117キロメートル。ルジジカハンから、タンガニーカコ北端にかけては、ひといワニとして恐れられている。ナイルワニのギュスターブが生息していることで知られている。ギュスターブは300人を超える人々を捕食したと言われ、村人たちに恐れられている。キブコからの流出口には1958年、ルジジ第一ダムが建設され、水力発電を行っている。 ルジ時代一ダムは、キブコの水位調節の役割を担うと同時に、ブバンザーやゴ駒の町へ、ムルル変電所を通して電力を供給している。ルジ時代一ダムの発電量は、年間148ギガワットである。1989年には、ルジ時代に発電所が建設された。この二つの発電所は、近隣三国の共同出資企業によって運営されているが、 近隣の電力需要を満たすまでには至っていない。そこで、ルジジ第三発電所が2 5トル下流に計画されている。また、2010年3月には日本から融資を受け、ルジジ発電所とブルンジの首都、ブジュンブラやコンゴの5枚の送電線が建設された。ありがとうございます。